フランク・アルネセンは、デンマーク出身の元サッカー選手、サッカー指導者。元デンマーク代表。ポジションは MF。現 PSV アイントホーフェン監査役員。アルネセンは、フリーマット・アーマで、選手キャリアをスタートさせるが、チームメイトのセイレン・レアビーと共に1975年12月に、オランダのアヤックス・アムステルダムへ移籍。 4ヶ月後の1976年3月7日の FC ・ユトレヒト戦でリーグデビューを飾った。アヤックスに在籍した6年間で3度のリーグ制覇と1度の KNVB カップ制覇。1980年の UEFA チャンピオンズカップではベスト4進出に貢献した1981年にスペインのバレンシア CFA 移籍。RSC アンデルレヒトを経て1985年11月にアヤックスのライバルである PSV アイントホーフェニエー席。同郷のレアビーやヤンハインツェラと共にリーグ3連覇。1988年の KNVB カップ制覇に貢献。また1987から88シーズンの UEFA チャンピオンズカップ優勝を経験するが、決勝の SL ベンフィカ戦は、 ケガにより出場はならなかった。デンマーク代表としては1977年のスウェーデンとの親善試合で代表デビューを飾る。1984年の UEFA 欧州選手権では3得点を挙げ、ベスト4進出に貢献、1986年の FIFA フフワールドカップメキシコ大会にも出場するなど、1987年に 代表から支持族まで国際 A マッチ52試合出場14得点を記録した。引退後は1991年から1993年まで古巣の PSV でボビー・ロブソン監督のアシスタントコーチを務め、1994年からは同クラブのスポーツディレクターに就任した。アルネセンは PSV のスポーツディレクターとして10年間を過ごし、ブラジルのロナウド、 オランダ国内から、ヤープスタム、ルート・ファニステル・ローイ、アリエン・ロッペンら多くの選手を発掘した。2004年5月からは、デビット・プリートの後任として、トッテナム・ホットスパー FC のディレクターに就任。選手遺跡と新人選手の発掘に関する責任者となった。監督のジャック・サンティニが、個人的な事情を理由に数ヶ月でクラブを退団すると、後任には、 コーチのマルティン・ヨルを監督に抜擢した。2005年6月、チェルシー FC のロマン・アブラモビッチオーナーが所有するヨットに乗っているところを地元紙にスクープされ、アルネセンの獲得に乗り出していることが明らかとなった。これに対しチェルシーのジョゼモ・ーリーニョ監督は異議を唱えたが、助言を求められたデビッセルはアブラモビッチに獲得を進めた。その後、同月24日に、 トッテナム側に対し、チェルシー側が500万ポンドを支払うことで合意に達し、チェルシーへと移籍することになった。チェルシーでは、サロモン・カルーやミケル・ジョン・オビの獲得に重要な役割を果たした。2010年11月27日に辞任。2011年2月20日、ハンブルガー SV のスポーツディレクターに就任。2011から12シーズンは、 チェルシーでのコネクションを生かし、マイケル・マンシェン、ジェフリー・ブルマ、スロボダン・ライコビッチ、玉ハントレなどといった期待の若手を多数獲得した。同年9月19日に、ミハイル・オエニンク監督が解任され、暫定的に指揮を取っていたロドルフォ・カルドーソー、アシスタントコーチは、コーチライセンスを持っていないため、10月10日から16日までの1週間、アルネセンが暫定監督として、 指揮をとった。ありがとうございます。